ケガドレンの悪いとこについて話してみた。人をね、ちょっと見下すようなね、小バカにしたあの顔、腹立つんだよ、マジで。いやー、マジで。せーの、達人君。いいじゃん。さあ、始まりました。俺は、俺、せーの。さあ、始まりました。よいしょ。せーの、達人君。イエーイ。はい、ってことでね、レンと俺とこう分かれて、僕とユーリとノアはまあ固定で、ホストコカズキがいるんですけど、そこをこういろんなこうこれからねルーティンしていこうかなって、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。初めてもんね。はい、初めてですね。初 YouTube。ちょっとじゃあ自己紹介しましょう。お願いします。いやもう。ちょっとご家族って言います。まあ言いづらいですよね、最初なんで、やっぱり。マジで。まあひょっとご家族はもう本当にすっげえ心が綺麗な。あ、いや嬉しいっす、それは。全然ホストじゃないホストみたいなね。従順ですね。ホスト怖いなーっていう。ビギナーさんとかはね、ひょっとご家族とかを指名してくれたら、あ、ホスト全然ちょろいじゃんみたいな。それ僕嬉しいのかどうか分かんないですけど、めっちゃ嬉しい。今日のお題はなんと、ミカドレンのいないとこでミカドレンの悪いとこについて話してみた。悪いとこ、ちょ、悪いとこいっぱい言いたくなっちゃって、いや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 、ライバルっすね。危ない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 、あの野郎って心の中で思ってから。まあ、レンさんは僕が入って少しした時からレンさんチームっていうのに入ってたんですけど、もうカリスマですごい綺麗で完璧なように見えるんですけど、たまに本当にむちゃくちゃ高いエルメスのお財布ですかね、あのパンパンなお財布を忘れて帰っちゃうことがあって、なんか僕が持ってて、レンさんに渡したりとか、たまになんかそういう抜けてるところもあって、人間なんだなって思う瞬間が、お茶メッシぐらいぐらい薄いな。難しいっすね。はい、もしレン見たら、は俺のことあんま見てくれてないんだなみたいな。そうっすよね、やんじゃう。意外と気にしない、あの人意外と気にしない。人間らしさってさっき言ったけど、あ、そうそんな完璧に見える、逆にね、はい、いい意味で悪い意味でも、すげえ人間味あふれてる、うん、嘘だなって俺思う。結構感情とかもあらわにしますか。はいはい、そういうところが女の子だったら蓮を指名したいなって思う。なんか今褒めてるだけやからつまらんな、これ。僕はユグドラシルゼウスでやってて、まあ、たまたまユグドラシルアテナに行った時が挨拶しなきゃいけないんですよ。それをレンさんの顔見て言えなくなったんですよ。挨拶固まっちゃったんですよ。でも固まっちゃった時に、え、おはようって言ってくれるのが、おあそこがめっちゃ嬉しくて、あれは今でも一番記憶に残るっていうか。まあリスペクトしてる従業員みんなに優しいっていうのがやっぱレンさんの良さだと思うんですよ。ね、はい、ユーリさんあります？あ、俺？レンさんのね、人をね、ちょっと見下すようなね、小バカにしたあの顔、腹立つんだよ、マジで。いやー、マジで。そうなんだよ。まだ俺が売れてなかった頃、周りで誰かハニーコールとかするじゃないですか。はい、ハニーコールとか。ハニーコールした時に、ボソッと、これ有利の給料よりこっちの方が高くねみたいな。はいはいはい。いや、こいつマジ腹立つな、みたいな。いやいやいや、そうかもしれないけど、ちょっと顔かっこいいんで、しゃあねえかなって。ちょっと腹立つんですよ。ちゃんと顔かっこいいね。ちょっと顔がいいからって。そうそうそう、人のこと落ちくりやがってマジでこの野郎。覚えとけよ、ミカドレン。普通のなんか中堅層の子たちって、はい、その俺やってるよアピールとかって結構あるじゃないですか、はい、でも何っすよ、やんなきゃいけないんだよ、俺まだゴミ、俺はまだゴミって自分に言い聞かせながらやってるから、そこはなんか俺も見習うべき場所かなって思うんですよね。プライベートとかの面で見たら本当にもう少年みたいな。あー、無邪気っすよね。無邪気、だから一緒に無邪気になんか楽しんでますよね。そういうのもなんか作ってないからさ、
そうっすね、そこがいいよね。この前もなんか僕、話してて、出勤する前にスキー行ってきたんだけど、スノボじゃねく、あったよ、スノボっすね、スノボ好きですよね。スノボだった、そう。で、どこ行ってきたんですか、新潟の子行ってて、めっちゃ驚きました。新幹線で行けるんすけど、行ってからの出勤って絶対やりたいとは思わないんですよ。まあ、遊びもね、仕事もね、本気でアクティブですごいよね。俺無理だもん、俺寝てたいもん。寝てたい、寝てたい、マジで。それが、レンと初めて会ったのが、海ヶ島の事務所で、給料日の時かな、なんかその時に会って、その時ちょうど、これが3500万売った時だった。おー、すごい。これもアベレージ的にバーって売ってて、その年とかは、2位とかだったのかな。そうっすね。うん。全然俺より売ってんのに、お疲れ様です。深澤レンと言いますって言って、3500万、どうやって売ったんすか。おー、うまいうまい。俺この子絶対伸びるなと思って、はい、その時にだって普通さそんくらい売ってたらさ聞いてこないじゃん、なんかどこまでも初めそう初めましてそんなん言ってくるのこの子すごいなと思って、そうね、だって自分も売っててなおかつその宮治さんドカンってやった時にそれもすごいなって取り入れようなと思ったそのレンさんの気持ちっていうかやっぱ熱いっすよね。まあ俺もそんなね負けてられないなと思ったけど、そんな聞かれたらさ、教えたくなるし、こういう風にやったんだよみたいな。その当時、なんかミカドレンって何者みたいな。なんか見た目もこう、すごい奇抜だったし、そうですね。だからこう、一般受けするタイプじゃないじゃん。あー、まあそうっすね。あだから売れてんだなって納得した。ね、お人形さんみたいな感じなのに、熱い、ね、魂というか、そうこのなんかね、ギャップが自分は群馬から移籍してきたんですよね。で、群馬いるときにもうナンバーワン、ツー、スリーはもう余裕で行ける、その環境があって歌舞伎町にそのまま直来たんですよ、速攻退入のときにすげえ人なんだなっていうのはただ知ってたんですけど話したこともないから分かんないじゃないですか。そのときにレンさんにレンさんって売れてる方っすよねって1000万ってどのぐらいで売れましたっつったら俺半年ぐらいって言われたんで、じゃあ俺もいけるっすね、同じ人間なんで余裕っすわみたいな感じで言ったんすよ俺。お、すごい頑張って、あーすごいって言われたんすよ。あこれが出会いだったっすね。いや、僕が見たっすね。俺はもう、はいはい、単なるバカっす、何も知らないっす、はい、でそれでなんかレンさんが面白いやつ来たぞみたいな話になってそこで仲良くなったんですよ。そうで、なんかからおちょくり始められたんですね。なんかあれ今日クリ何本え、ゼロって言われて普通だったらなんだこいつってなるじゃないですか。俺今だったら分かるつもりなんだこいつってなるんですけどなんかそれをもうネタとして受け入れてなんか面白いやつ来たぞみたいな感じでなんかちょっと俺の闘争心そそるみたいな、なんかうまいなってなんかすごいんですよやっぱ。結局めちゃうっす、結局ね、結論は腹立つんすけど、いや結局なんすよやっぱり、いやすげえっすよ。やる気を出させるのがうまいというか、僕割とそのこれからやれみたいな言われたら割と頑張ろうみたいなタイプなので、ペンさんがノルマじゃないですけどこれが頑張ってみたいなのをしてくれてて、難しいね。その時にちょっと売り上げがポコッと伸びた時がそのレンさんチームに入った時だったんで、頑張ろうって思えるきっかけをくれたのが僕レンさんとの最初の思いですかね。そうっすね、早いよね。入ったのがノア君と俺同じ日なんですよ。あ、そうっすね、そう同じ日に入店してやっぱノア君のが先にやっぱ売れてたっすよ。その瞬間と、その瞬間も確かにこうやって売れてて、もう俺最初ゴミだったっすもん。いや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 、やっぱすごいっすよ、すごいっすよやっぱ。なんかもっとなんかね、出ると思ったら全然まだファイン5万円じゃん。そうだね、なんだこれ。まあ俺はここで言えない話は何か持ってんだけどな。おっと、まあそんな感じで今日はミカドレーンのいないところでミカドレーンを語ってみたでした。バイバイ、はい、バイバイ、バイバイ、バイバイ。